サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日はデイゲームをお楽しみください。熱戦を予感させる好カードが組まれています。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。生放送でお送りするセリエ A の一戦、福西さん、会場のサポーターも興奮を抑えきれない様子ですね。すごい試合になりそうです。なかなか面白い顔合わせですね。どういう試合になるのか、まずは前半から見ていきましょう。ホームチームのスターティングメンバーです。一般的な 3-5-2 を採用しました。サイドのスペースをどうカバーするかがポイントです。こちらがユベントスのスターティングメンバーです。さあ、ユベントスのキックオフで試合開始です。ここでうまく対処します。アーリークロスを入れました。これで危機を脱したんじゃないでしょうか。キーパーに戻しました。厳しいプレッシャーを受けています。さて、ここで情報が入ってきました。ミランの試合でスコアが動いたようです。はい、最初のゴールがミランに生まれています。現在スコアは1-0、時間は2分を過ぎたところです。報告ありがとうございます。他会場の動向をお伝えしました。タックルでボールを外に出し、スローインになりました。勝てばアウェーチームは首位に立つゲームです。まだ全く気にしていないと思います。もちろんチームが引き分けを狙うことはないでしょう。通っていればチャンスでしたが、パスより先に飛び出してしまいましたね。オフサイドです。ユベントス、ボールをインターセプトされました。チャンス来た。目の覚めるようなシュートでしたが、ポスト際のコースを捉えきれません。ミリク、このパスは読んでいました。フレッジ、マリオ・パシャリッチ、ここはカウンターアタックを狙うか。おっと、ボールを取り返した。コスティッチ、入れば1点リード。これは見事なゴールでしたが、ゴールキーパーがゴールマウスを開けていました。
ゴール前ががら空きでしたね。キーパーはどこに行っちゃったんでしょうか。攻撃に移りたい。いいところへ出した。同点のチャンスを逃しました。悪くないシュートでしたね。いい攻撃でしたね。こういうチャンスを何度も作れば追いつけるかもしれません。レアンドロ・パレデス、スペースを狙ったロブです。通ればチャンス。相手が触ってボールが出ます。コーナーキックです。信じられません。止めた。中に入れた。キーパー難なく対応しました。せっかくのチャンスを無駄にしてしまいましたね。ドリブルで進みます。フリーの選手がいますが、ペリンが防いだもののプレーは続いています。決まった。これは見事なボレーシュート。思い切って打ってきましたね。トラップするかと思ったんですが、うまくミートしました。リプレイで見ても完璧なボレーです。これはいけるか。このシュートは外れます。トゥーンコープマイネルス、レフェリーやプレー、おっとこれはいいぞ。1対1をしのいだ。ペリンのファインセー。格上のチームを相手に貴重な得点のチャンスです。このコーナーキックにはサポーターも今日一番の声が出ているようです。クリアしきれません。かなりゴールに迫られましたが、これで危険は回避しました。プレスが効いている。今のプレーが相手のチャンスを妨害したと捉えられれば警告が与えられます。ここはイエローカードが提示されました。まあ公平な判定だと思います。ここはキーパーが止めました。ゴールを割らせません。パスを出した先は相手の選手。サポートの選手がいます。裏までしっかり見えています。来た、ゴール。再び相手を突き放します。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。さてここで情報が入ってきました。サンプドリアの試合でスコアが動いたようです。はい、最初のゴールがサンプドリアに生まれています。現在スコアは1対1。時間は39分を過ぎたところです。報告ありがとうございます。他会場の動向をお伝えしました。ここは一気に攻め込んでいくのか。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。
いいパスだ。惜しいですね。セットプレーからのシュートはわずかに浮いてしまいました。タックルはボールに行っていないようです。イエローでしょうか。ボヌッチにイエローカード。サポーターも大声でシュートを求めています。ボールはキーパーの元に。アディショナルタイムが2分追加されました。おっと、ここでパスカット。スペースに見事なスルーパス。ここで前半終了の笛、ハーフタイムです。後半戦キックオフ。マリオ・パシャリッチ、ボールを取り返します。相手の動きを読んでいました。いいスペースにボールを出しました。これはキーパーが止めた。シュートを許しません。ユベントスのコーナーキックになりました。さらにリードを広げられるのか。ボールはエリアへ。ここはレフェリーがファールの笛。危ない場所でのフリーキックです。ボールが跳ね返る。打ってきましたが大きく外れてしまっています。マルクス・テュラム、味方をうまく使います。エリア内、体を投げ出した。さあ、スタジアムのテンションが上がります。攻撃はここで止まりました。ボールは相手チームに渡ります。ここはカウンターのチャンス。入った。ゴール。鮮やかなダイビングヘッドが決まりました。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い一気に相手ゴールへと攻め上がります。そして最後はうまく頭で合わせました。両チームの選手がピッチの脇で準備をしています。ドゥバン・サパタ、あっとかわしました。これはいけるか。キーパーが対応。ピンチをしのいだ。試合終了まで残り時間は30分です。今のところポゼッションはユベントスが上回っています。要所をきちんと抑えていること。お、シュートチャンスですね。決まった。チームの勢いが止まらない。点差を3点に広げました。リプレイを見てみましょう。まずはこのスルーパスを褒めるべきですね。よく見ていました。そしてこのシュートです。あれだけマークされていても決めてきました。大したものですね。
さあキックオフでリスタートです。これで3点差。ユベントスが盤石の強さを見せています。ここで抜けたのは大きい。これは打つしかない。ボールは大きくクリアされています。チャンスを逃しました。今ならカウンターで数的優位を作れそうです。さあ来た。ドリブルで持ち込んでいます。プレスが効いています。前でボールを取り返しました。パレデス、副審がオフサイドを取りました。ペナルティエリア内でボールに触れたとはいえ、あの位置では攻撃の機会を潰したも同然です。もう少し頭を使ってほしいですね。カルロス・ロドリゲス、はたいて渡すこともできます。クロスを中央に入れた。このシュートはディフェンスに止められます。ユベントスにフリーキックが与えられました。ここでボールをダッシュ。ファールを取りました。先ほどのプレーに対しレフリーが口頭で注意を与えます。マークを振り切った。しかしここはもう一人の選手がカバーしました。今ならカウンターも狙えます。どうする。おっと、またも追加点。これで4点差。相手につけ入る隙を与えません。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。パスは通さない。カットしました。ビッグチャンスだ。ループシュートか。これは残念。惜しくもバーの上でした。いいループシュートでしたが、もう少し落としたかったですね。カルロス・ロドリゲス、このボールはタッチを割ります。スローインです。いい寄せです。さて、ここで他会場の試合経過をお知らせいたします。ミランの試合でゴールが決まったようです。はい、2点目のゴールがミランに生まれました。現在スコアは2対1、時間は84分を過ぎたところです。報告ありがとうございます。他会場の動向をお伝えしました。ドリブルで前に運んでいます。カウンターのチャンス、仕留められるか。激しいタックルです。アディショナルタイムに3分加えられます。中の選手にクロスを入れた。このシュートは外れます。スルーパスが通っていればかなり危険な状況に陥ったでしょう。試合終了のホイッスル。ユベントスはこのリーグ戦に見事な勝利を収めました。終わってみればチームの圧勝という内容でしたね。戦術がピタリとはまって監督も満足しているんじゃないでしょうか。これは次節も期待できそうです。圧倒的な存在感を見せつけました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。